1年間応援ありがとうございました。チームとしても個人としてもなかなかうまくいかないシーズンでしたが、ファンサポーターの皆さんの声は僕たち選手にすごい届いてました。来年は個人としてもまたチームとしても上に行けるように頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。